俺がフロンティアの戦場で目にしてきた中でもパイロットほど優秀な選手はいない。素早く動き、華麗で圧倒的、常に冷静で臨機応変、その上冷酷。パイロットから見ればただの壁でさえ戦術の一部となる。戦闘も格違いだ。特殊な移動能力で敵を惑わせ、どんな戦況でも常に優位に立つ。だが戦場のパイロットと一般兵の最大の違いは、パイロットとタイタンの一人ではない。タイタンとリンクすれば他のパイロット以外にかなう相手はいない。フロンティアは俺にとって唯一故郷と呼べる場所だ。しかし今 IMC に資源を奪われ破壊されつつある。逆らえば待っているのは死だ。デメテルの戦いでは勝利を収めたが、 IMC を倒すにはまだ程遠い。俺は今フロンティアの自由のため、ミリシアのライフルマンとして戦っている。パイロットになれる日を夢見て、いつかその日が来たら俺はパイロットとしてふさわしく戦えるだろうか。さあ始めるぞ、クーパー。たく、シムポットが船に再起動されたようだな。再調整しないと。どうだ、しっくりくるか。よし、行けるな。前回の練習は覚えてるかな。ニューラルリンクを設定。タイタンのリンクとはちょっと違うんだが、似たようなもんだ。新しい技術を学ぶときはまず気持ちを正すんだ。よし、だいぶマシだ。本来なら俺が訓練すべきじゃないが、お前にポテンシャルを感じるんだ。それに戦争中だしな、机でお勉強ってわけにもいかん。行くぞ、飛び越せ。ペースを上げよう。ジャンプキットの補助を入れる。ジャンプキットはリラックススタビリティという原理で機能する。ジャンプキットがお前の動き方に順応すれば、意識せずに高速移動できるようになる。綺麗なもんだろう。俺の記憶の中の故郷が元になっている。俺はここで育った。これが俺たちの戦う目的さ。鋼鉄と硝煙とは無縁の世界で、平和で豊かに生きる自由を勝ち取るのさ。よし、いい動きだ。この下へ身をかがめろ。簡単なダブルジャンプだ。ゴーストに続け。俺たちはデメテルの戦い以来、フロンティアの4分の1以上を取り戻した。ミリシアの体制が整ってきた。IMC と戦う志願者も日々集まってくる。お前のように昔は逃げ隠れしかできなかったが、今度は追い詰めるぜ。戦闘ではことが予想通りに進むことはない。戦場でどんな武器でも使えるようになっておけ。俺が戦場で見た武器のほんの一部だ。今度は射撃場だ。
武器を装填しろ。精度を高めるには照準器を使ってやれ。いいぞ、やりたいなら続けろ。いいならガントレットだ。よし、今日は新しいガントレットがある。基準時間は2分だ。進むにはもっといいタイムを出せ。ゴーストに続くか、自分の道を探せ。パイロットはバランス感覚が必須だ。スピードが最優先だが、射撃も正確じゃないと。体に染み込むまで練習するのがガントレットだ。走りだ。壁の結果表を見たか。ベストタイム更新だ。誰にもそれぞれ得て不得てがあるから、いろいろな武器を使っておけよ。結果表には上達のヒントも載っているぞ。ウォームアップは終わりだ。マジでやりたければ他のパイロットのゴーストと競争できるぞ。だが一つ忠告しとく。このゴーストは SRS のトップパイロットのものだ。奴らを倒せれば訓練も5合目までは終わりだな。好きなだけガントレットに挑戦してくれ。これが終わったらお前にいいものを見せてやろう。ガントレットはもういいか。次の課題を見たい。よし、きっと気に入るぞ。さて、パイロットのもう一つの役割を学ぼう。タイタンだ。一機呼び寄せてみよう。パイロットじゃないのにやってもいいのか。ただのシミュレーションだ。本物じゃない。だがまず広い場所がいる。俺の相棒 BT だ。ヴァンガード級だぜ。ミリシア独自の技術だ。初めて俺たちが自作したタイタン用シャーシだ。今回は IMC から盗まなくて済んだ。さあやれ、初のタイタン要請だ。空を見ろ、奴がいるかも。いいか、ライフルマン、そろそろ潮時のようだ。ここから出すぞ。機関システムを除き、パワーダウン。クーパー、準備しろ。落ち着け、コール。仮想世界から出たばかりなんだ。回復に少しかかる。大丈夫、すぐ落ち着く。了解。全員、戦闘配置。演習ではありません。気をつけろ、奴ら本気で殺しに来るぞ。いい演習だったな。そのうちコツがつかめるさ。いつか一発のパイロットにしてやる、ライフルマン。だが今日は時間がない。ラッキーモンさん、アンダーソン、この野郎下で会おうぜ。今日は新しい惑星が見られるぞ。墓場になるかもしれんがな。下で会おう、クーパー。幸運を祈る。さっさとシムポットから出ろ。ドロップスクでな。